気合い入れて格好つけてもしょうがないんで、酢でお願いしますって。酢丼で出汁よう出てますってことどうでしょう。こんな感じ。昔はある程度好きなもん嫌いなもんとか流行ってるもん流行ってないもんとか考えたりしてたんですが、何最近何でもよくなってきまして、 で、できるギリギリの端っこから端っこまでやりたいなと。そういう意味で今回の、まあどんだけどこからどこまでやるかお楽しみに見てください。俺のここを見ろ。ああ、ピー。<笑>モザイク入れてくれ<笑>モザイク&ピー<笑>いや全部見てくれ<笑>全部見てくれ。内臓まで見てくれ<笑>たっぷり期待していただきたいと思います。どこを切っても、おもろい金太郎飴状態になってると思います。期待してください。チキンがスタートするっていうのはまず嬉しいです。そのスタートを、またかざることができるっていうことがすげえ嬉しいんで、チキンでやれるっていうのもいつも楽しいし、今回特にその 新たにオープンして、ボケのことしてやれるっていうのは、まあ他のバンドもそんなことはできへんし、それ選んでくれた社長にも感謝するし、まあ俺がすごいんだろう。しっかりとチキン距離で見てやってくれた。1枚目からこのビルアスはやる日あってもええんちゃう。いかってよな、この間。この間じゃないか。 去年のしかもまだ暑い頃の話じゃないか。10月か。10月。いや覚えてる。大丈夫。別ゾンやん。あ、別ゾン。別ゾン。ゾンやったね。俺はもう職1個でやったもんだね。もうちょっとやったね。いや、無責任。岩見和彦、音ギター。この3年、人にね、責任のあるとこ全部なすりつけて、我が一番うまいとこ取って勢いで、キングなんだ、エンペラーなんだ、これ。大体ギタリストとはそういうもんなんだ。終わり。 もう一回じゃあ練習しましょう。じゃあ C から。 B メロに。でスタート4番角度で B メロ。はい。はい。1、2、3。
ました。